コロナ禍で家賃未払いの人を救済するために政府が設けていた立ち退き猶予措置が7月いっぱいで期限を迎えましたが、 CDC 疾病対策センターが期限の延長を発表しました。ある調査によりますと、家賃を滞納している人は全米で1500万人に上ると試算されています。2日月曜日、ロードアイランド州在住のこの男性は3週間後に立ち退くよう裁判所から通知を受けました。 I feel lost. I feel helpless. I feel like I can't do anything. Even though I work and I got a full-time job, I can't, it doesn't help. It ain't helping me right now. And nobody seems to want to help. 議会ではすでに借り手や家主に向け470億ドルの家賃支援を承認していますが、支給されたのは30億ドルにとどまっています。ニューヨーク州では27億ドルを家賃支援に確保していますが、ほとんどがまだ支給されていません。対応が急がれていた中、3日火曜日、CDC は感染防止対策として立ち退き猶予措置を10月3日まで2ヶ月間延長すると発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な地域に限るとしており、人口の 91% が対象となります。CDC のワレンスキー所長は、立ち退き猶予は人々が自宅にとどまり、感染が広がる密な場所を避けるために必要な措置だとしました。また、カリフォルニアやニューヨークなど6つの州では、独自に立ち退き猶予措置の延長を決めています。去年の9月から立ち退き猶予期間の延長は4回行われてきており、すでに最高裁で議会下院の承認なしに期間延長を行う権限は CDC にはないという判決が出ています。今回も裁判に持ち込まれることは必至で、その場合勝ち目はないと見られていますが、バイデン大統領は家賃支援の予算が人々に届くまでの時間稼ぎになると発言しています。